はい、としきです。イチロー選手対イチロー選手が実現しましたので、そちらの様子をお見せしていきたいなと思います。はい、イチロー選手の投手能力なんですけれども、こんな感じですね。そして変化球はこんな感じ。先発、中継ぎ、抑え、すべて適正です。汎用性が抜群。特殊能力はコントロール20丸と打球反応と人気ということで、打球反応が少し気になりますね。はい、ということで注目の対戦結果はこちらです。はい、見逃していくよっ。打球反応。